この所狭しと並べ立てられた調理器具その他料理されたもの、そしてこれ食べかけってあれなんですけども、でコーヒーもありますよと、ね、はい、これ何ってセロリ、生のセロリ挟まれたソース付きのパン、トーストです。サンドイッチみたく、でこちらもサンドイッチみたく、セロリと肉、何らかのこれですよね、牛肉メイン、これでハンバーガーみたく、いや美味しいよこれ本当に。こっちはこの中濃ソース使ってませんけども、これだけで十分いける味わいですね。まあご注射一貫のどっか、まあ、ココア特製セロリパンみたいなのありましたけど、これはトーストとかサンドイッチですよね。あれ何なのって、おそらくセロリを混ぜてパンをこねて、まあ、焼き上げたセロリ入りの生地のパンなんでしょうね、はい、で美味しん坊じゃなくてご中さで漫画飯とかねやりたがるっていうのも随分やばいことですけど、で背が伸びないロリ、背が身長がロリのままでセロリってセロリが苦手な、まあ、中学生はロリじゃないとか言われるかもしれないけど、ロリとか幼女だって決めつけてる人もいっぱいいるんで、背がロリ幼女のままだよっていう、まあ意味合いのセロリ苦手設定のキャラクターも、まあ、いるということでね、心理のロリコン、セクシズム、エイジズム、ルッキズムっていうことについての記事をね、うん、あのご注射には何も非はないんだけど、ね、こう風評被害みたいな感じにね、陰無民がやってそうな風評被害みたいなのを実際人物の発言などから分析してやっていくよと、うん、まあ、なかなかファミもラスクみたくね調理しようと思うのではい、まあ、こういう風にね調理現場が、であと他人がやり残した後みたいなのもありますけどね、はい、まあ、公開されてる方が以上で、これ今住んでる家の1階のキッチンでやると、まあこんな具合ですよね。それではなぜじゃあこのセロリトースト、セロリサンドが味付けなしで美味しいのかっていうと、秘密がこちら。調味料、各アミノ酸と MSG ですよね。モノソリウムグルタミエイトでしたっけみたいな。入ってるでしょ。もう味付けされてるってことよね。この冷凍肉の装いで。まあ、もう中身ないんだけどね。味付けされてますんでね。変に旨味調味料、その他あれこれ。もうこれだけでね、いかにも MSG っていう味わいが、じわーっと感じられるようにできていると。はい。まあ、本当美味しいと思います。セロリはスパイシーで、あとその、まあ、そういう化学じみた話したいんだったら、やっぱりね、こうセリカ、セロリの属のある科はね、こうアルカロイドが豊富な毒草もあるよと。毒ゼリ、毒人参などの、これその名前の属、その名前の種がある。だからセリ科の中で、まあどんぐらい互いに起因かは分かんないけど、まあ一応セリ科の中にねアルカロイドが豊富な毒草もあるということで、うん、昨日頭がね痛くなったのには、まあいろいろ外出先での問題とか何か原因が、ね、考えられるけど、寝不足気味なのも最近あるんでね、まあ、そのことも前日の日記メモに書いてみたりしたわけですよ。うん、いろいろ考えちゃうわね。セロリに火があるか否かは。もうこの時期虫も結構飛ぶようになっててね。あのスーパーの中でもどっかしらハエが飛んでたりとか。こうセロリ買った時もね、ちょっとコバエがね、あの周辺飛んでたんでね。あのこういう感じの。ポリ袋で持って先端部分を覆ったんですね、うん、あの完全に覆い切られている包装じゃないんでね、覆っておきましたよ、うん、帰ってきて別に小林は見てませんけども、
まあ、やっぱりちょっとこの時期の食品衛生気にかかります。でスーパーとかのお店もやっぱり、多かれ少なかれ虫は入るよと、ね、冬場しか行ってなかった私にはなかなか、新鮮だなと。って言っても小さい頃行ってたじゃないかって感じですが、まあ関係ないね。冬は冬ってキャラクター名ご中さんはあれ何なんでしょうね。冬はがどこ行ってると思うけど、まあ、それは置いといて、